はい、川崎 W800 2016 スペシャルエディションの紹介になります。はい、2016年といえば川崎がですね、まあ、長年続けてきたこの W シリーズのですね生産が終了と、もう W シリーズ絶版だよというふうになったですね、年です。はい、でまあ早卸後卸で2017年式までが存在しますけれども、まあ、16、17年ぐらいがですね、まあ、ファイナル最終で、16年モデルの最後でファイナルカラーっていうのが出たのかな。はい、で、まあ、惜しまれつつもですね世の中からですね、姿を消したというのがですねこの W800 なんですけれども、このスペシャルエディションをですね、見てみるとマフラーが黒く塗装されていて、あとこのカバーですね、ここはまあこういう感じの色になっていてですね、はい、これですね、こういうカバーになってたりとか、カラーがですねここにスペシャルエディションというふうにあるっていうような感じなんですけども、はい、ちなみにダブルというのはですね、川崎がかなり昔からやっているスタイルのですねオートバイですね。まあモデルになったオートバイはいくつか諸説あるんですけども、まあ、僕の中ではまあボンネビルに似てるなとトライアンスですね、というような形です。はい、で、シングルだと思われている人もいるんですけども、これはツインです。はい、ツイン、並列ツインのエンジンを積んでいてですね、非常に駆動感と加速感両方を両立したですね、非常に趣の深い乗るのが楽しくて、そしてスタイリッシュな大変に人気のあるモデル、まあ、川崎のですねこういうネオクラシックの中で、まあ、フラッグシップモデルとしてですね非常に代表的なオートバイというのが、まあ、この W800 なんですね。だからですね僕ね、W800 が生産終了って聞いた時、絶版になるって聞いた時、これまた絶版詐欺だよ、またこうもう終わる終わる詐欺だよ、絶対ない、もうね毎回その新モデルが出る前に今までの在庫を全部売っちゃって、なおかつ惜しまれた中での欲しかったっていうこう感情をこうかきたてつつのファンの要望に応えて新型を発表っていうですねためのもう絶版絶版詐欺。はい、まあヤマハの SR しかりですよ。もうね生産終了とかね、もうラインナップから消えるとか絶版になるとかね、こういう人気モデルでやるとね、もう絶対嘘、絶対嘘って、ね、僕いつも動画でも言ってるし、皆さん来ても言ってるし、もう全てにおいてもう絶対嘘、絶対新型出るからっていつも言ってたじゃないですか。毎回ダブルの動画やるごとに僕多分言ってたと思うんですけども、その中で、ファイナルだったものがこれ紹介しようと思ってこの間買い取りしてきたんですけども、ですね11月の6日ついこの間の11月6日、はい、ずっとライドの次の日、次の次の日かな、のミラノショー、はい、新型 W 発表されてます。ほれ見たことかですよ。和歌山さんがね、ずっとライド終わった日にそのままミラノに行ったんですね、ジャーナリストの和歌山さんが。それで僕もそのミラノショー自体は知ってたんですけど、やっぱり出ましたよね、ファンの要望に応えてとかね。もうちなみにオートバイ、新型のオートバイのですね、開発っていうのはもう1年で終わる話じゃないんですよ。2年で終わる話でもないんですよ。もう何年もかかるんですね。何年もかかっていく中で、そういうスパンでこうやっていくものなんですけども、2016年から2018年11月までに2年です。2年ですよ。まあ大きく見ても2年ね。2年の間に絶版決まってね、2017年次に開発が始まってね、2018年の今月にミラノショーにこう皆さんの人気に応えて出ましたって、そんなわけないでしょうってね、はい、思いますよね。もうね皆さん注意してくださいよ。人気モデルが絶版になる、ファイナルになるっていう風になったら必ずその2年以内に新型が発表されますから、はい、絶対です。これは絶対もう過去の歴史がそう語ってます。はい、そう語ってるし、だって出したら売れるって分かってるものをラインナップから外すって意味が分かんなくないですか。やんごとなき事情があるならですけども、大体ね排ガス規制とかねいろいろ言うじゃないですか。大丈夫です、クリアできますから。はい、そのぐらいの技術力、科学技術はね持ってますからね。
というわけで、新型発表されちゃったんですけども、依然としてこのスタイルのですね、ダブル800というのは人気があります、ね、自分このバイク売らなきゃいけないのに新型の宣伝してどうするんだって感じですけども、とにかくですね、言いたかったんですよ、それが。とにかく言いたかった、もうプンプンですよ、プンプンプンスコですよね、はい。ですいません、こちらのバイクなんですけども、前のオーナーさんがですね、購入されて、乗ってらっしゃったんですけども、非常にこう距離が少ないです、はい、6022キロしか乗ってないです、はい、もちろんワンオーナーになっております、はいですね。なので、物としてはとても良いしお買い得だし、スペシャルカラーだしいいバイクです、はい、ただもうね、ミラノショーで発表されちゃったからなんですけども、もう絶版です、手に入らないですよっていうキャッチコピーは言えなくなりました、はい。ただ基本的にですね、そうしたことがあっても新型のダブル800もそうですけども、なんていうんですかね、見た目の好みっていうのもありますので、特にそれでこのバイクの価値が下がるっていうものではないと僕は思ってます、はい。じゃあすいません、一周取ってください、その間にエンジンかけようかな、あれもしかしてガス欠？よいしょ、この引き上がり、よいしょ、はい、まあいいや、はい。この年式でこの走行距離なので、特に何かお伝えすることというがないといえばないんですけど、そうだな、なんかとりあえず、もしですよ、何かその装備で追加されたいというのがあればお申し付けいただければ見積もりさせていただきます。であと全国各地の配送についてなんですけども、だいぶ寒くなってきたので、すぐに伺えない可能性も出てまいっております、そこがご了承ください。で春先保管というのもやってたんですけども、ちょっと今年はできないです、はい、なのでなるべくですね、そこは雪に閉ざされていたとしても配送するさせていただく形になりますので、ご了承いただければ幸いです、はい。というわけで、こちらですね、通常の整備に加えて、テスト走行等を行った上で名義変更して、あといってらっしゃいというですね形での納車になっております、はい。というわけで、川崎のダブル800です、はい。綺麗な車体出てまいりました、どうぞよろしくお願いします。